1945年8月6日、日本の広島は人類最初の原爆、原子爆弾の被災地となりました。その結果として20万の人々の尊い生命が奪われたと伝えられています。その3日後の8月9日には長崎にも原子爆弾が投下され、6万人もの人々が亡くなりました。現在どのくらいの人々が原子爆弾の後遺症で亡くなっているのかは把握できません。原爆による死因の過半数は火傷であると言われています。原子爆弾の投下地点から半径2分の1マイル以内にいた人々はほとんど亡くなり、生き残った人々の半数も数週間以内に放射線障害で亡くなりました。長期にわたる放射線障害もまた悲劇をもたらしています。白血病、放射線障害、発育不全、悪性の病気等は寿命を縮め、そして死に至らしています。放射能は風によって何百メートルもの広範囲に拡散され、雨や雪に混じって土壌の中に堆積されていきます。地球上で行われる原子爆弾の数は、果てしない核兵器と死者を生み出します。